どうでも、プラチナミカでございます。どうも、おいでさって、あーございまーす。ってことで、本日は、ゼルスゾーンゼロ、続き、やってくぞー。前回は、11号班の、なんか、パイトン信者ファンボーイくんとのね、なんか語らいがございましたけどもね。さあ、これからどうするという感じで頑張っていきましょう。本日はよろしくお願いしまーす。ということで、朝です。ログインでございます。ゲームログインと一緒に動画を回せるという、まあ素晴らしい時代でございますね。白の写真、ラーメン屋のそばのクッキー、ラーメンいっぱい食べる。こんなにしてみますか。そうや、ラーメン屋近くにそれ白ってやついたな、そういえば。お前か、お前か。うん、写真。あとは、ラーメン屋の近くにいるクッキー。ラーメン屋の近くにいるクッキー、誰だ、どこのどいつだ、わからん、わかんないや。よいしょ、F2、 よいしょ、はい、ポリクロマーザース。そして F1 が放送開始。暗号化マスターテープ、いや暗号化マスターテープもらえんのうめえ、うめえ。暗号化マスターテープもらえるのうめえ。そしてなんかね、増えてるんですよ、こんな感じで。なんかね、めちゃくちゃ増えてるんですよ、ラーメンが。ということで、チャーシュー麺食いたい。残ってんだ。じゃあすべてコーヒーを飲むしかない。ごきげんよう。モカチーノ、すごい豪華そう。4本、よくよく見たら4本指なんだな、マスター。はい、ふわふわですね。バッテリーをもらえますね。たまには一息ついて。よし、じゃあちょっとね、前回の11号の件についてなので、ちょっとじゃあリンに相談しましょうか。11号班の、あ、そういや収益どうだった。また入った。うぃー、ナイス。ノスタルジックアドベンチャーファンタジー、アドベンチャー、ノスタルジックファンタジー、オッケー。あ、英語解消済ませた。ペッ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 、栄養開始。また、リンネタ。オッケー。リーン。あの椅子曲がりのモグラさんと接触できるなんて、ウィンちゃんも11号も頑張ったね。私たちが本物でラッキーだったけど、本気でやばっと思った瞬間が結構あったかな。ま、さすが僕といったところか。なんといっても自分を演じるなんて初めて経験だったわけだけども、私結構いい演技したと思うよ。まあ演技派だったな。TRPG やったろがいですね。11号とうまく連携できたし、ひょっとしてポーカーフェイスって嘘をつくときにも持ってこいなのかな。今度は私も仏頂面っていうかな。え、冷蔵庫の人参ケーキ、私見てもいないけど。ダウト。野倉さんは特に食うた疑り深い。とはいえ、あのパルトンネの続行ぶりは一見感染経過取れたように見えたけど、まあちょっと怖いな。だな。オーケー、了解。火を消す。一度ここで火は一旦終わりか。なるほどね。フォロー、インポッシブル、周辺。フォロー、インポッシブル。はあ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 。なるほどな。こういう使い方ができるわけだ。でこのエージェントヒアは移動させられない。あ、いけた。はーん、なるほど。これでいつでも解放できるようになってるわけだ。はーん、まあ一旦戻るか。一旦な。お、なんかもらえた。わーい。 F3 は成長任務。よーし、レベルアップ。よし、さてどうしたもんか。じゃあ寝室に戻ろう。今なら眠れるはずだと。
じゃあ11号のクエストは一旦終わりなんだな。じゃあ休んで、そろそろねアカウントをねレベルアップしていいと思うんだよな。あら店長、前に進めてくれたポッターは拾いやくなったよ。最近の映画にてのある。ふんふんふん、テンポが速くてスリングで刺激的なのが好き。ハッカーズミッション、はあ、見る側の脳をフル回転するシナリオはもちろん、たくさん評価、ハッカー同士の対決を高く評価している作品。へー、なるほどなるほど。あら、あらあらあら、はい、おはよう。彼女動画見たことある気がする。映画の設定、優等生気質。なるほど。スマホが震えた。はあ、また新しい依頼か。あ、羊くん、めちゃくちゃハッピーだぜ。はあ、名声昇格試験にご参加いただけちまう。お、いいね、ついに来たね。最近レベル加速データ収集も偉く頑張っていた。よいしょ、せっかくから試験の内容も教えてほしいね。エーテリアスを相当せよ。なるほどね。あらあら、嬉しいことじゃないか。あらあら、嬉しいことじゃないか。そいつはそいつは。そいつは実に、おごってもらえるために頑張りましょうかね。オブシディアン戦略的パートナー。オブシディアンの依頼が解放。エーテルの気をしっかり持ち。第2章でエキスパート挑戦を開始すると、オブシディアンシリーズいよいよ解放かも。なんかいろいろあるみたいな。アチーブメント。なんかメール来てる。エリーファンドにご参加。あれか。エリーファンドってなんかなんか、メンバーシップみたいなやつだ。さて、じゃあ、インターノット名声の昇格試験を完了しようじゃないか。ストーリー以来。プロ騎士の道、来たよし、メンツを変えよう。はい、プラグのバンプー。そしてこのメンツでレディセットゴーだ。さあ、猫又くん頑張ってもらいましょうかね。こう猫又のこのニヤって笑う顔めっちゃ好きなんだよ。かわいい、かわかっこいい。さあさあ、お、何、だが俺の首はまだなまってないぜ。よいしょよいしょよいしょ、はい、よいしょよいしょ。連弾充電アイターバー、ちょっとミスった。よいしょい、スラッシュオーバードライブ。よいしょい、はい、フェリー、ナイスだぜ。じっとしてろよ。はい、なんだか頑張ってくる。コーナー削り切れそうだな。コーナー削りそう。あ、いや、外人でも助けがいるな。アイカーバー、よいしょ。あれ、そろそろ行かねえか。あ、いった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 いさあ、クラッシュからのこう、あんたに決めたぞ。さあ、お前に決めた。よいしょ、おれい、おれい、うわ、いい削りようだ。
いい削りようだ。このままガクガク削っちゃうよ。俺の人差し指が折れるまで。あいたい。じゃあ。はい。また来るか。まだ来るか。そいつは厄介だ。またか。猫かぶりは下がってて。よいしょい。どこかに行って。危ない危ないね。よいしょ。あー危ない、危ないけど食らった。このならまだあるぜ。おい、今の紙一重かっこいいな。入ったばー。よいしょい。あいたび、あいたび、あいたびさんですね。さあ、はい、さあ、さあ、よいしょ、よいしょね、よいしょ、さあ、そしてどこもかしこも穴も隙もありまくり。そして鎧はそろそろ砕けてほしい。そして連携もしまくり。はい、鎧砕ける。さあ、あとは料理するだけだ。はい、ボスらしき結構厄介だ。はい、2個目があんのはさっきのぼれたぞ。よいしょ、よいしょ、えひるんでる、ひるんでる。よいしょ、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 ワイプアウト。一層相当両方完了。ご苦労さん。よっしゃー、これでランクアップだぜ。正式プロ式プロ騎士、わーやったー。正式正式正式、ういー、やったね。あ、羊からまたお使いできるのかな、あいつ。どうしたんだろう。よっしゃー、やったね。普通に嬉しいな。温度計に関係するのやってたのか。ドライバーディスク、あー、聞いたことある。ドライバーディスクが追加されるのか。いつでも出撃可能よ。いいね。ドライバーディスクに設定できる。ほうほうほう。なにこれ、ショックスターディスコ。へー、準備完了。そしてレベルが上がったってことは強化ができるけど、これが足りない、足りない、足りない。なるほどね。好きだったら強化できるか、ね、これが一番強い気がする。あ、エージェントリベル25ミリか。ダメか。勝ったらあんたのおごりだぞ。よっしゃー、オッケー、新速種類行くか。ほい、スマホは震え始めた。グッモーニー、深夜のお客様方、こちらはトラビスだ。悪いが急な事情。あらあらあら、今週末まで入荷が遅れる。へえ、ふん、店名を告げる。ランダムプレイですね。はあ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 。まあそういうのは、新エース商売してんなら、潰れてないだけで半分勝ったのもんだ。ビデオとかユニちゃん両方考えたら完全勝利。はい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 。じゃあ、業者の情報求めようか。ふんふんふん。OK、了解。なかなかめんどくさそうだな。ふんふんふん。じゃあ、それに賛成ということで。お、ストーリー集中モードに入ろうとしています。いいだろう、行ってやろう。
次の日早朝。はいはいはい、了解。あとで通りの出口に集合。じゃあ行ってくるか。受け取ったか。こっちも受け取ったか。さて、ワンワンのこれ見てきたっけ俺。スクラッチカード新しいの。お、なんか良さそう。やったー、ボリクロームだ。イエイ。あ、新型合金はエーテル腐食に有効。これ同じだな。魔境村、魔界村みたいな。魔鏡村、あるいは。はあ、名作横スクロールゲーム魔境村が来年リメイクされる。はあ。OBC のマスコットであるシャチに真の姿。はあ、OBC のマスコットキャラともあるシャチの着ぐるみや中年男性が直接目撃された。はあ。中の人々いない。くさあ。そうならば、6分間の通りの出口に行こう。F3。で、F2。うぃー、マックス。オーライ。お兄ちゃんやってきたね。どうして俺よりついてるんだ。おお、すごいな。じゃあ出発としよう。はあ、こんなに仕入れるなら車にすればよかった。もう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし、収入もかなり減るだろう。まあそうだね。ビデオ屋の方も本腰を入れないと。それもそうか。でもなんでスローな映画ばっかりなの？スリリングな方が良くない？お兄ちゃん。リン、僕は万人受けするビデオを選んでるんだ。ふん、本当に万人受け？ほとんどアートとドキュメンタリー映画ばっかりなのに。好みが分かれてんのいいな。こういう映画を求める人は多いんだよ。新エリートでの生活は大変だからね。みんなそんなヤワじゃないって。あら、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 あ、お前らは。あ、前回はお兄ちゃんが選んだんだし、次は私だよね。あれは二人で選んだんだ。あれはお兄ちゃんに乗せられたの。次は私がビデオを選ぶ。すいません、フォロー調査協会ですが。間に合ってるよ、お兄ちゃん。かわいそうに。けど今月は僕がじゃなくて、お客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。超えたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。仲いいなこいつら。さて何のことやら。仲いい兄弟だな。もう一つの仕事の依頼人だ。羊飼い。さて仕入れには変更なし。次回は、いや、先にこっちの仕事だ。リン。お兄ちゃん、少しプランを変更しな。いつの間に。依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。私は代わりにビデオを仕入れてくるね。おやおや、まさか、いっぱい、いっぱい食わされちゃったな。万人受けを選ぶから、店番よろしくね。おやおや、いっぱい食わされてしまったようですね。あらあらあら。よー、ドギさん、今日は兄弟揃ってお出かけか。だったけれど君に邪魔された。おっと、そうなのか。すまんすまん、間の悪い時に来ちゃったみたいな。競技団は他でもない、あんたら気にしとく価値のある依頼が今この手元にあるぞ。なんで話そう。詳しい話を聞こうじゃないか、羊飼いさんよ。我らを導いてくれ。事情を説明するとな、教会内部でこんな情報を作るのさ。クレティとラマニアンの二大強戦フォローで、このところ合戦の上昇を見られるってな。ふんふん、最悪新しい競争フォローが生まれます。マジか。俺たちでもうちょっとこれに探り入れた結果、この件で担当部署と簡単に渡りつけられた。それでこの秘密の依頼をいただいたわけだ。なんでも、オロチンア強の軍用メカが数台、エーテル合戦を高いエリアで制御不能になってるらしい。担当者の連中はそいつらを片付けてくれる腕利きを探している。こいつやりとければこっちはその部署に貸しを作れる。今後の情報収集に役立つこと間違いなし。バイトにとっちゃこんなの大したトラブルではないだろ。どうだ、引き受けるか。ま、覚えとくよってね。兄弟揃ってもお出かけの方が大事かな。まあいいけどよ、家族は大切だからな。だが時間ができたら忘れずにしてくれよ。へえ。お二人はラーメン屋でランチを取ることになっています。ランチタイム、やったー。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。大将、よう、なんだ、お前ら一緒じゃなかったのか。お前ら、
ついさっきお宅の車が6分が出てたのが見えたぞ。てっきり兄弟揃って出かけたもんかと思ったのが、今回は凛一人で仕入れにいたんだな。妹を合流しようとしたのか。大橋の方に向かったぞ。あ、わかった。なるほど、大橋。これまた新しいエリア。ん、ん、治安局だ。なんで。送信止まりなさい。この先は現在完成エリアとなっています。何があったんだ。付近の外区で強制放浪罪が発生したため、6分台及び近隣外区は。はあ、はあ、おい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 、はあ、ビデオ兄さん、うちのバンパーに通知が来たんだが、6分台の違いでフォロー災害警報。妹はさっき出発したばかりだ。はあ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 、おうおうおう、なるほどなるほど、マジか。はいはいはい、頼む頼んだ頼んだ頼んだ、マジか、やばい。妹か、妹か、やばい。普通に俺も嫌だけど、サソリに殺される。妹に何か大変な目にあったという話があったら、サソリに殺される。まずいまずい。なんならギリギリ9対10ぐらい、ちょっとサソリに殺される方が嫌だ。失踪者女子2号凛の救出。はい、はいはいはい、ちょっと頼んだぞ。やり、ライブから準備完了、一度始められます。おお、緊急救援。うわー、まずいな。フォローが出来上がっちゃったのが新しいのが。緊急救援、上等だ。お前ら力貸してくれー、お前ら。目標の強制フォローに到達しました。まあ、だろうな。エリア内にだっていきなり出来上がったんだろ。生体信号を検出、その中に救助目標がいるかもしれません。さあ、一番近い場所から探そうだな。いや、これは壊せるやつだったぞ。前方の障害物はとても脆いため、数回の体当たりで突破可能です。よし、おら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 、誰だあんた。あ、ケアフルだけど戦闘なのか。猫また力貸してくれ、頼む。うちの妹がピンチなんだ。うちの妹がピンチやねん、頼むわ。俺、つい今さっき強制フォローになったって扱いいいのか。あ、いた。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし。おお、なんだこいつ。よいしょ、なんだこいつ、面倒だ。よいしょ、よいしょ、危ない。わあ、ボス来そう。これあ、なんだあれ、 ALY なのか、味方か、治安局か。私は機械人に優しいんだ。よいしょ、なんか民間人がいるな。民間人の目の前でも全然銃をぶっ放しちゃうよ。よいしょ、まだいるのか。面倒そうなやつが助けるか。あんたに決めたぞ。よし、わあ、なんかやられてる。よいしょ、そうと。君たちホローレイダーなのか。入るかい。君たちに対して無法者を助けなどいらない。助けに来たんだ。私は怪我さえしなければ、私はどうなるとも構わない。だがもし周囲の罪の市民を庇護してくれたら、君たちを見なかったことにする。いい人だ。なるほど、じゃあ助けよう。よかった、化け物になる前に閉じ込められたかと思った。よし、急いで逃げろ。
そういう問題じゃねえと思うかな。ここにいるのは一般市民だけ。フェアリー、次の場所、次の場所は新しい座標データを同期中。とりあえずちょっと妹も大事だが、ちょっと一旦この辺の物資を取っておかなきゃ。観測データゲット。よかった、ここから近い。さてさて、さあチェックでいこう。さあもう一回助けに行くぞ。なあ、もうなんかすでに人間じゃない、人間からなっちゃってるやついるな。よいしょ。よし、マジか。よいしょ、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 ナイスヒットだ。よいしょ、よし、大体スターライトここに輝く、スターライトここに輝く。相当荷物だ。だがまあ相当荷物に早いらしい。大臣でも助けがいるの。なんでお前、よいしょ、聖なる星の光を浴びろ。ターゲットロックオン。よし、やばいな、こいつ強えな。もう一発、これでも食らえ。これで終わりだ。よし、そこだ、ファン。よし、よし、危ねえ、結構痛いな。どこかに。よいしょ。でも見つけたり。よいしょ。まだか。よいしょ。フォローサバイバルガイドやったサバイバル術なんとか思い出さないと。わらわらよかったよかった。なんとかなんとかあった。みんなこと言ってる場合じゃねえぞ。意外となんかタフな連中ばっかだな。ここにもリンはいなかった。探し続けよう。だーにゃ、霧を集めといて。被災者はリンを見つけたら被災者たちも連れ出そう。注意、生体信号が移動中。移動してるのか。なんだって、驚いて逃げたのか。すぐに追おう。大丈夫だよ、怖くないよ。怖い人じゃありませんよ。おたくら助けに来たんだよ。いや、これはチェンジして先に使っとこう。よし、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 終わってオーデン、ナイス。お、見つけたぞ。何をするつもりだい。はあ、言ったはずだ。お前たちのフォローの無法者は。おお、なるほどね。おお、そうかい、ありがとう。それは普通に助かるよ。共に協力しよう。まあんたは協力って言葉あんま好きじゃないかもしんないよな。よいしょ、よし。うわあ、バケモン。いやー、これやばい。
逃げ続ける系だなこれ、やっぱり毎回毎度食らってるけど、これは攻撃していい。ドンドン、よいしょ。星の光からの撃破する、撃破する。さあそろそろフィニッシュブローだ。よーよかったー、なんとかあった。治安官だったなんて、リンは一体どこに。本当だよ、どこに行った。当該エリアにはこれ以上接触したことのない生体信号はありま、提案、出口を見つけ先に被災者たちを連れ出すのはいかがでしょう。そうだ、そうするしかない。救助待ちの被災者たちを招集中、しばらくお待ちください。一旦返すしかないか。前方のエリアではまだ列車が運行している。みんなぶつからないようしっかりついてくるんだ。みんな大丈夫かい。あ、列車に通行しないようにって、そういうことか。ぶつかってしまう、早くそこ。みんな大丈夫かい。体勢を整えてから行こう。ほうほうほう、なるほど。これなかなかめんどくさいな。でも脱出できた。よしよし、これで出られるか。さあ金を使おう。よし、出られた。おお、出られたか、本当に。なんとかあったか。なんとかあったか。リンはどこに行ったんだ。リン、お前どこ行ったんや。何？より深いホロエリアに落ちた。救助者なんかに聞いてみるしかないか。すぐに行こう。まずいな、うちの妹どこに行った。返せよ、うちの妹、大事な看板娘なんだよ。ジャンカーン、よしよしよし、生存者次々と集まってきた。生存者のおしゃれな女性、荷物はリン、はいはいはい、探してるの本人の方なんだ。そう、誰だこいつ、状況分かってない、何も状況分かってない。ふんふんふん、ほうほうほう、そうか。うーん、黙ってろ。ゲームセンターあたり、なるほど。その女の子がうちの妹のことを知ってればいいんだけどな。はあ、リンさんと約束。はあ、リンは一体どこにいる。ホロの奥深く、線路へと奥へ向かう。まあ、リンのやつ、正義の心があることはいいことだが、自分の体を軽んじらないでくれ。それは美徳だが、
美徳で自分を傷つけるんじゃ意味がねえよー。よし、すぐに行こう、今すぐに行こう。めちゃくちゃメタな話になるけどさ、ストーリー集中モードってめちゃくちゃいいシステムだよな。こういうさ、RPG というかさ、ゲームでよくあるさ、あの他のお使いクエスト終わらせてる間になんか現実時間で数時間経ってまったよみたいな。生体進行からすると、救助目標であるリンがこの場所に閉じ込められている可能性は極めて高いです。だろうな。余分な探索エリアを排除し、これまでのデータに基づいて目標地点までの最短ルートを算出しました。そういった助かるね。ルート上に運用車両規格の識別信号を検出。はあ、リン、待っててくれ。だな。警告、火器完成です。無差別にロックオンされた場所を避けないと。おお、怖っ。おお、やばすぎだろ。警告、新たな車両クラスの識別信号を検知。車両クラス？前の軌道を利用しよう。おお、それじゃ、あ、痛え。危ない。危ねえ。危ねえ。あれなんだ。ギミックを利用して軌道を反転させれば。これは？これで通れるようになった。慎重に回避しないとダメだ。なるほど、これで通れるようになったんだ。よいしょ。あー、どうしようかな。なに？しつこいな。リンは返してもらうぞ。さて、休息はできた。怖いな、HP 一応直しとくか。金余裕あるしな。よし、さあリンを返してもらおうか、うちの妹をな。頼んだぞ、ちょっとやよ。人間かよ今度。ホロレだか。アイスケンタンホーデン。よし、リーン、どこにいるんだ、返事をしろ。どんどこいつ、あ、盾か。よし、よし、かわいい。バング、まだかよ。じっとしてろよ、俺のターンだ。よいしょ、俺のターン。よいしょ、よいしょ、ほら行く。ファイナル。おお、エレベーターか。やば、
あ、例の暴走してるロボか、これ長い戦い方は大体分かってる。その前に攻撃される前に撃つ。よいしょよいしょ、ソレノイドエンジン、よいしょ。さあそろそろコッパみじんになるな。よかったよかったよかった無事で、俺安心したよ。よかったよ無事で。あーよかった、あー安心した。アキラのガイドのもと兄弟は無事フォローから離脱し、ヤクムが絵持ってた。よかったね、生き返ったね。替え玉って言うんだよそういう時は。食べ過ぎじゃないか。いいじゃん、ずっとフォローにいたんだから。本当だよ。具合はどうだい。うん、バッチリ。仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけど。じゃあお客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日仕入れに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に。あ、じゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃんドキュメンタリーが見たいんでしょ。どう、よく撮れてるでしょ。これ今回の視覚記録じゃないか。ダメ、実はベースドキュメンタリー風ブレブレのカメラはフェリーがいい感じにね、涙ありスリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下、ダメだ。ねえ、さてはバッキーツがバレちまうって話なんだよ。元気な兄弟だ。はい、お兄ちゃん大丈夫か具合は。ふんふんふん、よかったよかった。まあ心配よそれな、妹がバケボになってもらうわけにいかねえからな。はいはいはい、あんたらは依頼人が要求するアカウントの要求に切り出している。これめったにチャンスだぞ。適当なこと言ってるんじゃないだろうな。喫茶店、じゃあ喫茶店に行こう。近くの喫茶店に行こう。いやーでもまあ無事でよかったよ、リン無事でよかったよマジ。お、インターネットレベル、パイトーンの奇跡。だが新しい強制フォローができたかもしんねえっていうのに、そんなに街がなんかギャースがあってないってのはなんか変な感じだな。お姉さん、プラチナ向かいのインターネットの名声が高まってるようだ。どうだテスト順調だったか。まあまあったかな。それなら前に話したあの依頼の子、お祝いしてくれるんじゃん。おいおい、おっさんはな、儲かる仕事を紹介しようとわざわざ会いに来てたんだぜ。立派なお祝いだろうが。今回の依頼内容だが、早い話が指定されたフォローにある廃棄された建材の後片付けだ。そこは工場に向かう連中の多くが現場に行くために必ず通らなきゃいけない場所だな。今度の地下鉄施工チームもよく使うらしい。おお、地下鉄の回収絡みなのか。と、そういやこの間実は連中がビジョンに人を吹かせたってな。あの件あんたも簡単だろ。なぜだい。分かってる、安心しろ。別にあんたのビジネスに探り寄ってんじゃない。たあいもないおっさんの世間話だよ。ビジョンがのざまのせいで収支のつかなかった話がインターネットノットにゴロゴロしてんだ。俺も最近は忙しくてたまらん。だが地下鉄改修工事の請負いが新しくなるってんなら、そいつはもう山肌を混ぜて敷き直すようなもんだろ。でなきゃ建材の処理なんて以来他ならぬあんたのためとはいえどうやって取ってきたと思ってるんだ。インターンと名声する仕事、依頼主の説明だよ。そうだ、もちろん注意しとくに越したことはないかな。なんたってフォローにはアクシデントは欠かせん。仮に依頼主が追加の仕事を起こしようとしてあんたの血悪くない話だろ。その分支払いだってよくなるんだ。違うか。おまけにやりとけりゃあっちこっちのゼネコンに顔がれるぞ。まあ分かった、引き受けとこうか。それじゃあ任せたぜ。おっさま、カホー寝て待ってるからよ。と言いたいことだが、まだ別件があってな。ゆっくりコーヒーを楽しむこともできないんだな、これが。別件、なかったのか。調査制御不能は小さいの。じゃあ、入れるかい。大将、ラーメンそろそろ食えないかな。朝は食材の鮮度も抜群だぞ。白鉢チャーシュー麺。白鉢赤から肉。
盛りラーメン、あ、白バジピーマン肉めラーメン、白バジ海鮮ラーメン、チャーシュー、うん、おぉ、えい、うん、えい、えい、おい、うまそう、煮卵、煮卵の質感がバカうまそう、お腹減ってきた、まだ俺朝飯食ってないんです。いやーうまそう、クソ、お腹減ってきた。さて、お、マスター新しい依頼を登録しました。依頼を掲出したアカウントにリスクとなり得る情報は見当たりません。治安局もしくは逮捕老事務特別行動部が開設したおとりアカウントである可能性は除外していいでしょう。はあ、ストーリー依頼、ちょっとこれあれか、もしかして2章に行った、おーいいですね。あ、なんか2章、1章のストーリー依頼なんか言えない、何これ、あ、こんなのか。マスターハードモードを用意しました。ハードモードを本にすると難易度の高い戦闘に何度も挑戦できます。ハードモードの依頼詳細はこちらで確認できます。へー、あ、ハードモードの依頼達成すると初回クリア報酬を獲得できる。あー、なるほどね。へー、そういうのもあるんだ。なるほどね。まあ一旦第2章でいいでしょう。制御不能は小さいのを言ってみますか。レッツゴー。さあレッツゴーだ。マスター、無事ターゲットが存在するフォローエリアに到達しました。あいよ、廃棄された工事現場につき、なるほどね、指定された廃材の数を、ありがとう。もう結構あるね。ここって撤去待ちエリアの表層？深部へ通じる有効なルートを測定中、うん、フェアリーの測定が終わるのを待とっか。右のルートを行って、お兄ちゃん。とりあえずこいつをぶっ飛ばす必要がありそうだな。まあ、テリアスも早めに倒しておきますか。よろしくね、また。レッツゴー。スパイダーじゃん。イタバー、イタバーですね。よー、オッケー、こっち、ほんとだ、資材だ。よいしょ、よいしょ、おいえ、おい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 。今音ハメ良かったな。深部に通じるルートの測定は完了しました。障害物が多すぎない？目的地まで道が塞がれてるとこもあるだな。マスター、処分可能な目標ポイントを優先してください。了解。マスター、操作データによると敵対ユニット依頼の要求はエリア内の木箱とペンキ缶を、対象物はエーテリアスと。よっしゃ、撤去作業開始。撤去作業開始。フルボッコ、フルボッコ。マスター、工事現場の廃棄物処理を開始してください。全部6個じゃい。報酬のためだ。どこまでが、どこまでがオブジェクトで、どこまでが破壊可能なのか分からん。よっしゃー、よっしゃー、うぅ、よし、
一つ目のエリアを空にしたよ。やったね。よっしゃ。警告、異常に活発な目標を検知。ほほーん。え、まさか敵がいるの？はあ、爆弾？あら、あれをゲットできたらいいね。マスター、ソースのけ、マスターのお楽しみの間、お了解。私は、え、今月の電気代は先月、ね、おい、お前のせいやんけ。やっぱりお前が電気フェアリーのせいで電気メーター振り切れるやんけ。やっぱお前が電気メーターの原因だったのか。ここのゴミいくらなんでも多すぎないか。どうかんな。インターネットの緊急になるし。まあ多分ここからそういう場所だったんだろうな。胸怖すぎだろ。よし、あの敵倒さなきゃいけないのかな。壊せないか。マスター、ハードウェア ID によると、該当ボンプは法人企業白義重工の所有資産です。対象には高性能爆発物プラグインが内蔵されています。なんだそれ。プラグインの抽出作業を開始。ほう、もういいだろう。プラグイン抽出中。警告、対象論理コア再起動を検出。抽出作業。あっちゃー、あ、逃げた。また動き出しちゃった。マスター、対象ボンプ移植作業を再開するためには、そうだな、もう一回対象ボンプを制圧しよう。対象ボンプの爆発物投擲提案、起爆する前に、とんでもねえこと言ってんな。私はイアスの修理費用を計算しながら、あなた様の勇気に喝采をお送りします。とんでもねえこと言ってんな。ボンプのプラグインを獲得。くれぐれも気をつけてね。プレープレーマスター、爆弾ボンを封印とやられる回数もこれ6回。設置しておいて、これどうするのが正しいんだろう。ここに置いておくか。お互い結構手詰まりだな。あれ、あいつ積んでるくね。あいつ積んだくね、勝手に。なるほど。お、いいね、積んでくれたぜ。よいしょ。お、あ、はい、バコンブ。あ、あいつまた捕まってんな。あと1回。さあ、あばよ。よーし。
撤去作業が必要な最後のポイントをマークしました。障害物に対し爆弾を惜しみなく使いましょう。はい、ご苦労さん。あ、こんな感じで爆弾置きまくってくか。よーし。マスター、これまでの警告、あなた様と異常なボンプの爆破症は、まずいね、付近のエーテリアスをおびき寄せました。別に俺はそんなことしなかったからな。まあ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 、まとめて処分。じゃあまとめて処分しようじゃないか。あ、もしかしてこれあれかな、これクリアしたら終わっちゃうかな、これもしかして。あら、ミスったね。うー、でかすぎー、でかすぎー。今のやり方では効率が悪すぎる。後で何か使えそうなものを探してみよう。やばい、やばい、やばい。勝手に壊してくれてありがとう。それはそれはありがとう、それはありがとうだけど普通に困る、大変。これ気づいちゃうんだか。アンビ援護する。あ、これめっちゃいいわ。これベリーが責任だ。いいね。あ、ビリー敵になぁ、マジで。ビリーが敵になったわ。くそ、最後の1個取んの忘れた、ミスった。ちょっと早まりすぎた、せっかちすぎた。お兄ちゃん、おかえりなさい。それとお疲れ様。今空いてる？あ、どうした？お兄ちゃんにちょっと用があるの。どうした？何があった？詳しく話聞こうじゃないか。今ひまちょっと話。あ、どうした？あら、ストーリー中モードまたか。了解、いいぜ。来た来た、お兄ちゃん。実は今日話したいことが2つあって。2つ？まずは1つ目。うちの今月の収支だけど。まずいか、収支聞いてね。会計に疎い君がその話をするなんて、よっぽど悪い知らせがあるのか。まあまあ、そんな苦い顔しないで。そこまで悪い知らせじゃないって私は思うけど、心配性のお兄ちゃんにとっては青天の霹靂って感じになるのかな。じゃあ続けるね。ビデオ屋の経営だけど、特に変わったことはないかな。今月の収入も普段とほぼ同じ。大きく変わったのは私たちのプロ棋士事業の方なの。インターネットで作った新しいアカウントだけど、やっぱレベルが低すぎて稼げる依頼があんまなかったんだよね。今月の収入は前の3分の1もないの。いやだよな。補足、3分の1、現時点で受けられる依頼の中から私が最も収益の高いものを選出したことで、あなた様の収入を 32.21% アップさせることに成功しています。 その収入金額はインターネットにおける既存ユーザーのうち 47% を超えるものです。まだあったらまだマシなのかもしれないけど。調子に乗らないで、フェアリー。今からあんたの話をするんだから聞いてよ、お兄ちゃん。はぁ、フェアリーのせいで今月の電気代が前の6倍になったの。 6! フェアリー、ちゃんと説明してくれ。フェアリー、どういうことかちゃんと説明してくれ。 6! すみません、よくわかりませんでした。わかれ。ああ、こういう時だけ人工無能のふりをする。あんたが HDD を制御できるのをいいことに、ほぼ24時間フル稼働させたからこうなっちゃったんでしょ。今月分のローン払えるな。今月分のローン払えるかな。だよね。でもこういう時ほどお金に目がくらまないように気をつけないと。実はね、これが2つ目の話なんだ。さっきインターネットを介して高額の指名依頼が来たの。でも詳細は DM で送るとか言って、
具体的に何をしてほしいのかは全然書いてなかったんだ。私たちのアカウントはまだレベルが低いし、これといった実績もないんだよ。羊飼いからのあれか？それをわざわざご指名だなんて。指名か？なんか怪しくない？依頼人は何か企んでるのかも。それにほら、最近はインターネットを使った詐欺も多いでしょ。まあ治安局がなんか探してるとかも言うしさ、いっそだの、いっそのこと誰なのか分かればいいけど、無理だろうな。なんといってもインターネットは匿名フォーラムで、中でもユーザーの個人情報はトップシークレットだ。意義あり。この指名依頼には依頼人の身分に関する隠された情報がある可能性があります。何？身分に関する隠された情報？つまりどういうこと？依頼元のインターネットアカウントは投稿の前日に新規作成されたものです。アイコンには明確な被写体のない低解像度の画像が使われています。ネット上に類似する画像がないため、これはユーザー本人が撮影したものと推測されます。なるほど。全都市のストリートビューおよび地面の原材料データと照合した結果、この写真に写っている場所はヤヌスクの境界に位置する現旧都地下鉄改修プロジェクトの工事現場と一致しました。あらあらあら、本当？確か私たちがビジョンの悪事を暴いた後、地下鉄改修プロジェクトの競争入札がやり直されたんだっけ。今回の請負を勝ち取ったのは確か白銀重工だったよね。クマさんとこのイラード社のヒットして白銀重工。一般市民が地下鉄の工事現場に行くこともないだろうし、依頼を出したのはひょっとして白銀重工の人間なのか。マスター、現在とあるチャンネルのテレビ番組にて白銀重工の関係者がゲストとして出演しています。そういうことならお兄ちゃん、その番組見てみようよ。だな。ひょんな疑問ん？ポンプは知っている。やーほー、よい子のみんな、ポンプは知っているが始まるよ。ポンプってこんな喋るんだ。イエーイ。今日のゲストは誰かな、レオンくん。レオンくん寝てるよ。レオンくん、これは生放送だぞ。お昼からくーしか寝てないで今日のゲストを呼ぼうよ。ああ、別に呼ばなくていいぞ、もうここにいるし、ね、なんか全然この雰囲気合わないやついる。レオンくんはもうダメみたい。しょうがない、僕が今日のゲストを呼ぼうかな。白なんとか重工の安藤お兄さんだよ。一番重要なとこだな。もういるっつってんだろ。それとギだよ、ギ、白ギ重工。一番子供向け番組に出ちゃいけない人間だろ。安藤お兄さん、僕と一緒に今日のテーマを発表しよう。白ギ重工 VS ビジョン地下鉄改修プランクラブ。おー、ガキ向けとは思えないな。おい、なんかの手違いか。こんな難しい話子供にわかるわけねえだろう。僕は白銀重工の改修プランが進んでいると思いますね。インテリおかき様がいる。白銀重工の最大の武器はズバリ技術力です。彼らが独自開発したホロ用知能重工業機械はエーテル侵食に耐えうる性能を持つので、ホロの中でも安全に作業を進めることができます。おかき様、つまりフォロー内の古い地下鉄施設をうまく再利用できます。そうすれば爆破作業を行う必要もなくなります。ビジョンのプランに比べればコストを 21% も削減でき、環境への影響を 53% も抑え、データおがき様施設の利用率だって 75% も。こういうガキがデータじゃわからない何かに押しつぶされて挫折してほしい。おお、なんだ、詳しいじゃねえか。うわー、白銀重工ってすげえ。こっちの方がいいじゃん。俺は最初からそう思ってたぜ。これ絶対後から手のひら返すぞ。白銀重工の方が優れてレオン。それはどうがお。レオンさん、利用者の立場になって考えてみるがお。未来の乗客たちが求めるのは完全リニューアルされた安心安全な地下鉄システムだとは思わないがお。
少なくとも古い地下鉄を強引に改造したような出来損ないじゃないってことは確かガオ。レオンくん、いつの間に子供たちの席に？それは確かにそうだな。おい、戻ってこい。古い地下鉄施設を再利用。目が怖いよ、レオンくん。レオンくん目が怖いよ。あとレオンくんポーズは子供向けじゃなくて完全悪役だよ、ね、完全に。ポケモンのなんかあの悪の組織のリーダーとかになれるよ。膨大な時間がかかる点を除けば、白銀重工の工事車両は本当に最後までホローの中で稼働できるガオか。レオくん、白銀重工のプランは貧血がゆえの付け焼き場に過ぎないが、レオくん、どう考えてもビジョンの爆破プランの方がより安全かつ合理的ガオ。でもビジョンは犯罪を犯したから負けたしな。うわ、ビジョンってすげー。あーやっぱりこっちの方がいいじゃん。やっぱり俺は最初からそう思ってたぜ。あーやっぱりさっきと言ってることがちげーぞ。プチ約束の安全を信じろと。アンドお兄さん、アンドお兄さんが言ったんじゃないよ、こういうのって。犠牲にすることも厭わない。こういうのってアンドお兄さんが、アンドお兄さんが言ったんじゃないよ、こういうのは。最低な会社。じゃあ逆に聞くけど、レオン君目が怖いよ。レオン君、白銀重工がいい会社だって根拠はどこ？ちびすけが知らないだけがおの白銀重工だって数年前お騒がせな不祥事を起こしたことがあるガオ。あ、おい、どういう魂胆で言ってやがる。どうどう安藤君、子供たちが怖がっちゃうガオよ。いちいち喋り方がうさんくせんだよ。着ぐるみなんぞに隠れてねえで裏の顔を見せやがれ。あ、そんな、あ、中身もライオンだと。いやだな安藤君、僕に裏の顔なんてないよ。裏の顔があるのはさ、建設会社の経営を勝手に大金を持ち逃げしたどっかの社長の方じゃないかい。レオ君、眉の動かし方がもう子供向けじゃないよ。あっちゃー、スタジオは大荒れだね。こんな番組放送しちゃっていいのかな。でも意外、白銀重工にも黒歴史なんてあるんだね。なんか割と好感度高めなイメージだったのに、なんか子供向け番組かと思ったら全然そんなんじゃなかった。この地下鉄改修プロジェクト、全然まだまだ波乱がいっぱいありそう。全然そうじゃない。全然語り合う系の話だった。マスター、指名のあった依頼人から DM が届きました。向こうから連絡したのか。向こうから連絡が来たのか。工程 DM の一部に生きるか死ぬか、生きるか死ぬかを迫られる内容を検出。ただいま読み上げます。生きるか死ぬか。デッドアライブ。パエトーン、俺らに力を貸してくれ。恥を忍んで言うが、俺らは今生きるか死ぬかの瀬戸際だ。あ、そっちか。力を貸してくれ。頼れる相手はお前しかいねえんだ。事情が事情なんでな。依頼内容をここに書けば一発でこっちの正体がバレちまう。つうことで、ここは一つ差しで会おうや。明日の朝5時に六分街の交差点に来てくれ。頼む。フェアリー、次からは誰が生きるか死ぬかを迫られてるのかちゃんと言って。電気代の割に意外となんだよな、うん、DM を見る限り依頼人は本当に困ってるみたいだね、うん、それに正直に打ち明けてるって感じもするし、うん、でも差しで会おうってところで急にうさんくさくなったよね、うん、依頼内容も教えてないのに直接プロ棋士に会いたいなんて非常識じゃない。確かに。しかも朝の5時にだよ。それは確かにそうかもしれない。ん？待って、お兄ちゃん DM の1行目。 DM 的に俺らの正体を知ってるんだよ。俺らに力を貸してくれって。うーん、そうなんだよ。私たちこのアカウントでは一度もパエトーンだなんて名乗ってないよね。そうなんだ。なんでこの人は知ってるの。マスター、依頼人からもう一通 DM が届きました。報酬の 20% を前金として振り込んだ。
こいつは心ばかりの誠意ってやつだ。マジに頼んだからな。インターノットのアカウントに振り込みを確認。お兄ちゃん、会いたいっていうのは私たちをおびき寄せるための罠かも。前金を払ってくれたとしてもこの依頼は受けちゃダメだよね。お兄ちゃん、フェアリーに遠回しに断ってもらおう。かしこまりました、マスター。振り込まれた金額は先月のインターノットにおける総収入の 1.1 倍に相当します本当に返金しますか？いくら？先月のインターノットにおける総収入の 1.1 倍です。ということはやっぱり肌助けが必要かもしれないし、本当に助けが必要なのかもしれないし、本当に助け必要かもしれないし、困ってる人を放ってはいけない、放ってはいけないお金は大事だよね。うんうん、あ、意外と安全だったりしてとか。伝説のプロ騎士も金の前には目がくらむ。そうだお兄ちゃん、ランニングするふりでもしてさ、明日の朝こっそり様子を見てきたらいいんじゃないかな。次の日の早朝、そろそろ約束の時間だね。そう、お兄ちゃん準備はいい？ご使用グッズ持ちだ。唐辛子スプレーよし。そんな装備で大丈夫？大丈夫だ、問題ない。使わないのが一番だけど。行ってらっしゃいお兄ちゃん、何かあったら私とフェアリーがいつでもサポートしてあげるからね。大丈夫だ、問題ない、ありがとう。一番いいやつ頼む、一番いい唐辛子スプレーを頼む。さっきの安藤兄さんのかな、もしかしてランニングしてるふりだからちょっと走っとこう。立った立った、あーやっぱり安藤兄さんだ。うーん、なるほどね。もしもしお兄ちゃん、着いた？そっちはどう？まあ予想した通りだな。怪しい人一人、街角で怪しい人が独り言を言ってる。あのガタイのいい男の人のこと、なんだかブツブツ言ってない？畜生、兄弟、俺は本当にお前抜きでやれるんだろうか。いやいや、男の辞書には勇往邁進の4文字しかねえんだ辞書にしちゃえらく内容が乏しい気もするが。だあ、ぐだぐだ考えたって始まんねえ。こんなもん正々堂々ぶつかってなんぼだろうが。兄弟、お前がここにいたらきっとそう言ったはずだ。あ、先ほどの安藤兄さんですね。うわ、本当に怪しいですね。怪しい人独り言で検索中どんな検索内容だよマスター。これらのキーワードはコーナー H 棚3番号16-5にあるビデオテープの内容と酷似しています。コーナー H？ 旧文明のホラー映画がある棚だよね。私は興味ないし、お兄ちゃんはビビリだから見てなかったけど。映画のタイトルはサイコホラー、明け方の怪異。多重人格の凶悪犯が助けを請うふりをして数多くの被害者を罠にかける物語です。それは怖い。被害者を追い詰めた凶悪犯は毎回底抜けに明るい声とは裏腹におぞましさをはらんだお決まりのセリフを口にします。それネタバレじゃない？よう見つけたぜ。ご使用グッズを叫ぶのはやめておくけど、君の明るい挨拶にはびっくりしたよ。悪い悪い、通話が終わるまで待ちゃよかったね。けどよ、お前があの、あんまり大きい声でいいんじゃないですよ。あれ、お兄ちゃん、この人どこかで見たことある気がする。そうな、白石子の安藤、そしてうちの怪人隊のモノさんの鍋さんの推しや。白儀重工の安藤だ。安藤、連れが割れてんなら話は早い。バイトン、初っ端からこんな風に会うのは筋が通らねえかもしんねえな。送った通り、我が所は今崖っぷちに立たされてんだ。この首筋の筋肉、事情が事情だけに部外者に正体を知られるわけにもいかねえ。これは
俺らなりに考えた結果だ。いっそのことガチンコでお互い秘密を握っちまうのが安全だってな。すまねえが分かってもらいて。なるほど。なんでパイソン知ってたんだ。それも一理ある、うん、だけど依頼の話をする前にこちらの質問に答えてくれ。あのアカウントが僕たちのものだってどこで知ったの。羊飼いが絡んでるのかな。そいつは言えねえな。ただ情報提供者は胸を叩いて保証したぜ。あれが間違いなく名だたるパエトーンのアカウントだってな、はあ、腕前はもちろん人間としても大したやつだとよ。ってことは関係者か。ニコか。ニコが私たちをそんなに褒めてくれるなんて。ニコか照れるな。なんだよ、えらく謙遜するじゃねえか。ジャート屋の連中口を揃えて褒めちぎってたぜ。これあれかな、これブラフかな。待って、なんでジャート屋の紹介だってバレてんだ。これブラフかな。やっぱりね、思った通り、どうせ情報の見返りに何かあげたんでしょ。ニコが口止めする理由なんて他にないもんね。まあそんなことより、今はもっと大事な話があるよね。まあ確かにニコたちは、ねえ安藤さん、ビジョンの件で白衣重工は一体私たちに何をしてほしいの。引き受けてくれんのか。そいつはよかった。来いよ、今すぐ現場まで案内してやる。依頼の件はうちの社長が直々に説明してやっから。うちの社長ってことはまさかあいつか。現場って白衣重工が最近受け負った地下鉄改修プロジェクトの。ああ、ビジョンの手に落ちてたらあの辺りもこっぱみじんになってただろうが、今は我が社の兄弟たちが汗水垂らして働く男の戦場だ。なるほど。あのね安藤さん、こっちは仕事で出かけるんだから準備が必要なの。お兄ちゃんと一緒にうちの駐車場の近くで待ってて。準備できたらお兄ちゃんが現場まで乗せてってあげるから。おう、まあいいだろう。それじゃお言葉に甘えるとすっか。なるほど。まあ悪くなそうな。交換、好きな男って書いて交換って感じするわ。ただ依頼、パエトーンに建築会社が依頼、どういうつもりなんじゃ。でけえ、身長高えな。身長高え、頭一つ分ぐらいあるんじゃんこれ。いやそれは言い過ぎか。髪の毛が逆立ってるからでかく見えてるだけか。我らの現場は、黒狩り街近く、跡地にある。うん、黒狩りの町の跡地。うん、おお、チャプター2、ホロの中心でお叫んだ。おお、もう着くぜ。かっけえ、こいつのこの服。まだ若いが、百獣の王って感じだからね。百獣の王。存分に緊張しね。普通は緊張をほぐすんじゃ。ああ、ダマグモ、ダマグモ、ダマグモみたいになってる。おお、ダマグモみたいになってる。おい、なんだこれ。君か安藤、絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。ああ、怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。メカダマグモが、メカダマグモが。おお、終わったか。マさん、悪い、遅くなった。おお、これが百獣の王、白衣重工のボス。おお、クマさん、こんにちは。ああ、これはこれはプロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。え、じゃあ社長じゃないの。こちらが我が社の社長だ。え、うん、白衣重工社長のクレタ・ベロバーグ。
パエトン。このチビスケが？危ねえとこを見せちまったな。うちへの信頼が揺らいでねえと。熊の甲冑つけてる可愛い。それは趣味なんですか？このガキンチョが？安藤から連絡は来てる。お前ほどのできるプロ騎士が力を貸してくれると聞いて、みんな内心ホッとしてたとこだ。それでオタクも安藤から聞いてるかもしれねえが、うちは最近地下鉄工事の請負を勝ち取ったんだ。これが敵のしつこい妨害のせいで、はあ、なかなか手こずってて、まさかビジョンじゃねえだろうな。ああ社長、プロ騎士さんの前であいつらを敵呼ばわりするのはどうなんだ。え、何？おいベン、甘えたこと抜かしてんじゃねえぞ。あのクソ野郎どもはこれまでも散々汚ねえ真似をしてきただろ。はあ、あんな奴らに気使うことはねえぜ、うん、それにな、依頼を受けた瞬間からプロ騎士は俺らの兄弟になったんだ。はあ、兄弟に隠し事はしねえもんだ。なるほど。まあ敵について詳しく、敵について詳しく教えてくれないか。うん、今回の依頼を進める上で役に立つかもしれないだね。そのだ、我が社は機械製造と建設業をやっている、いわゆる新興企業だが、近頃は業界でもある程度業績を上げていて、なんかそれだよね、地下鉄改修プロジェクトの受け負いにつながったわけだが、それ以来俺たちは財力のある大手競合他社にとって目の上のコブになった。やつらは未だにプロジェクトの請負いを虎視眈々と狙っている。俺たちがビジョンのようにスキャンダルで失脚するのを待ってる。主人公的にはクマが喋ってることはもうするなんだ。やつらは手始めに銀行を買収し、そういう世界なんだな、ここは。我が社に低金利で融資するのをやめさせた。次にチンピラを送り込んできて、はあ、工事現場をめちゃくちゃにした。はあ、その後建築確認済み証と消防同意の審査をあの手この手で妨害したり、テレビ番組で小細工を仕掛けたりだな。もうやりたい放題だね。よりにもよってそんな時期にうちの工事現場で事故が起こったんだ。今のもだいぶ事故だと思うけど、先週子供たちが3台もフォローの中で行方不明になったんだ。何？待てグレイス、その言い方だとお客さんに誤解されるぞ。プロ騎士さん、この人、うちの会社が独自開発した あのヒロアクの発明メイと同じタイプだ、この人。それは自分の発明品ガキっていうタイプだ。あー、聞いたことならあるよ。聞いたことならある。それじゃあ子供ってもしかして機械のことか。そう、フォローの中でも長時間安全に作業のできる知能ある重機。この前のボスみたいな、あの子たちこそが白銀重工のコアコンピタンスなのさ。フォローの中で暴走した時か。エーテル侵食に耐えうる性能はもちろん、あの子たちはその知能も特別だ。フォロー内の環境に合わせて自律的に作業ができる上、へー、特性の言語モジュールを搭載している。最近市場展開を始めた重工さんにしてはかなりいいものじゃないか。あの子たちはずっと私が世話をしてきた。メンテナンスやアップグレード、そもそもプロトタイプの技術を土台に各職種の需要に応じた改良をしてあの子たちを作り出したのも私さ。私にとっては我が子も同然なんだ。なるほど。それが数日前、論理コアを更新してあげた直後のことさ。フォローの中で作業をしていた3台の子供たちが指令を無視して自分の意思でフォローの深部に入っていってしまった。以来戻ってこないんだ。なるほど、機械がエーテルに侵食されたのか。機械がエーテルに侵食されたのか。原因はわからない。実際フォロー内作業に携わる企業にとってチップの故障やエーテルの侵食なんて日常茶飯事なのさ。ただそれが今の白銀重工となれば揚げ足取りには格好の材料だ。知能重機の性能は十分だったと思うけどな。わざわざ更新する必要あったのかよ。あいつの残したコードを論理コアに組み込みさえしなきゃ今頃こんなことには。あいつ、待って、おちびちゃん、まだチップの不具合だと決まったわけじゃないよ。それに美しくたくましい機械にはそのボディにふさわしい魂が必要なんだ。知能機械の開発に携わる会社の社長としてそうは思わない？
魂がどうのなんつうのは私の知ったことか。社長だからこそ機械をただの資産として見なきゃいけねえんだろうが、あんなバカ高え知能機械をなくしたら大損だ。敵の問題があろうがなかろうが見つけるに越したことはねえんだよ。なるほど。そういうわけだプロ騎士。行方不明の重機3台を捜索するためにフォローの奥までガイドがいる。これがうちらの依頼だ。なるほどね。うち2台の位置はざっくりだが当たりがついてる。他に知りたいことがあればグレースや安藤に聞いてくれ。もう状況は理解したぜ。うん。ではプロ騎士、おじみちゃんに言われて詳細聞いてみようか。デモリッシャー、ほーん、情報があれば作っただけになるな。はい、ボンプとかい、おー、すごい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 、あー、じっくりと、ちっちゃい通が3つもありますね。障子解約したくはない。デモリッシャーを開始する。あー、プロキシー、失踪した重機のうちに近いデュアルショベルがさっき見つけた。デュアルショベル、あー、兄弟っていうのはブラザーとかな。重力ガンマドリル、へー、どう、あ、じゃあ、ドールガンマドリルか。あー、こいつに喋ってたの。あー、そっか、頑張ってね頑張ってね、習慣とは恐ろしいね。うん、頑張ってね。そっか、アドー君、ちょっと、イカレイカレ、いいか、あれ、なんで飽きちゃうか、この番組に。あー、なるほどね。はあ、はあ、なるほどね。はあ、グレースの家は一番よく知ってるが最近ちょっと分かりがすぎる。掃除ロボに音声付き調理モードなんて、それは確かにね。そうだね、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 だろうね。ああ、まあ話したけど、ネボリッシャーデュアルシェルパイルドライバー、なるほどね。わかった、了解。じゃあ仕事か。じゃあまあ頑張るしかないね。さあ HD システムで依頼を達成するとしようか。なるほどな。これそろそろいい感じなんじゃないか。そろ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 、よし、揃えたぞ。さあ始めましょうか。こっちはかけなくて、こっちも足りなくて、じゃあもちろん書けなくて、さあ始めようか。よろしく頼むよ。まあそんなもんですよね。まあそんなもんですよね。まあなんか新キャラが来たらバンバンザイってことで、なかなか世知辛いぜ。そろそろかな、そろそろかな。治安官セス、大山猫のシリオンだ。よろしくな。セス君来てくれてありがとうんだけど、かぶり、死ぬほどかぶり、死ぬほどかぶり、死ぬほどかぶりか。そうか、これアンビーだな多分な。これアンビーとセスの受信確率アップ。サイですか、サイですか。
まあなかなか出ないもんじゃの。なかなか出ないもんじゃの。勝ったらあんた任務か。俺も連れてってくれ。セス君のこの映画がどんどんレベルアップしていくね。うい。若気の至り。助けがいるなら俺を呼べ。じゃあまあとりあえず進めていくか。じゃあどっちか片方。さあね、アンドイワノフとグレサワード。よーし。さあ、じゃあまず行くぞ。兄弟から行くか。おお、いいね。じゃあせっかく使わせてもらおうか。あんまりレベルとかの概念ないしね。せっかく行かせてもらおう。レベル高いし。レッツゴー。プロキシ、信号の感じだと今から探しに行くデュアルショベルはこの辺りにいるみてえだ。ここは工事エリアじゃねえから俺らにキャロットはねえ。つうわけで頼りにしてっからな。おう、依頼料に恥じない仕事するよ。任せてくれ。必ず依頼料に見合った仕事をしてみせる。ジャトヤの連中も言ってたぜ。ハエトーンは依頼料こそちっとばかし高えが仕事は完璧だってな。依頼料に見合う仕事したろ。まずはデュアルショベルについて教えてやるぜ。デュアルショベルが行方不明になる前の話だが、現場で出た廃材を運ぶために毎日デュアルショベルってことはショベルのあのアームの部分の見た目の割に身軽で仕事の早いやつなんだぜ。へえ。どうしたベン。あ、いや、今の話を聞いてふと大昔の物語を思い出しただけだ。おお、熱血男児の物語だな。ああ、どうだかな。主人公は確かに男だが熱血かどうかまではわからない。ああ、かいつまんで話すと巨大な石を永遠に押し上げる罰を受けた男の物語だ。新、確かそんなんあったな。神話だっけ。これはあくまで俺の憶測だが、うちの会社の知能機械は日に日に頭が良くなってた。ロンリコアをアップグレードされたデュアルショベルは背に持ち場を往復するだけのつまらない仕事に嫌気がさしたんじゃないだろうか。まあビリーみたいにめちゃくちゃ知性が高い、ね、機械もいるしな。持ち場を往復するだけのつまらない仕事だと。ベン、それはちげえぞ。物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんじゃねえか。うーん、物語に出てきた男は全然違います。本物の男はな、そういう仕事をないがしろにしたりしねえんだ。なんたって筋肉を作り上げるのは日々の鍛錬だからな。それに筋肉はないよな。一見大したことねえような積み重ねこそが魂を消化させるんだぜ。そろそろガイドしていい。そうやって磨かれた魂はそろそろガイドしていい。ダイヤモンドより頑丈になる。そろそろガイドしていい。心揺さぶられたよ。正直少し心を揺さぶられたよ。プロ騎士、いや兄弟、お前とは気が合うと思ってたぜ。ああ、とてもここで揺さぶられたよ。ガイドしていいか。ほら、行くぞ。まずはデュアルショベルを見つけてグレースにじっくり点検させるのが最優先だ。了解。道中の障害は俺に任せる。じゃあそう言ってもらえるならさっそく進んじゃいますか。チェック。警告、複数の。わあ、いっぱいいる。ふん、望むところで行くぜ、兄弟。アンド、勝手に飛び出しちゃダメじゃないか。叩き潰してる。叩き潰してる。すごっ。すごっ。すごっ。これはつまりこうやって安藤を抜かせりゃいけ。いや、一個は必ず一個は叩かなきゃいけないのか。分からん。うえー、かっけー。あ、これいいな。これかっこいいわ。おお、喧嘩って感じ。
お、これはグレースか。グレース身軽な銃撃機械なんだ。おー、かっけー。うーうーうー、いいね。嫌いじゃないわ。ハンマーだ。おー、身軽。うわあ、すごい。わあ。うえ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 。アキジュコの連中も強えな。うえ。あら。電撃特殊やな、こいつは。うえ、かっけー。やっぱなぁ、マントみたいになってるからな、上着がかっけえな、やっぱ翻ると、はあ、いいね。本当に一人でやっちゃったよ。はっは、これが男のやり方だ。この後も俺に任せときね。あ、そういった頼りになるね。あら、レッツスタート。よっ、ナイスだぜ。うわー、つえー、うー、つえーな、普通に普通に強えぜ。やば、こいつは厄介そうだぜ。おえ、絶対これ雑魚的使うべきはずじゃなかった。なんというかワイルドだね。よいしょ、えお熱くなれ。お熱いこってからに、よいしょ、ワイプアウト。いいな、白衣重工のやつらかっこいいな。マスター、このエリアには未完成に終わった多くの建造、あなた様の体格、はあはあね、補足エージェント便秘がについてはいくらか困難が予測されます。あー、大きいから、まあ、ここまでしたら来ろ。安藤はチームを出しました。あら、兄弟がつっかえちまう。そっちには行けそうにねえな。安藤、その場で待っててくれ。俺たちが何とかする。はあ、ここは行けないか。新たな探索ルートを。だが、ルート上のエーテリアスはどうする。全部突っ切るか。問題ねえ、こんなの朝飯前だ。おお、最高。マスター、そうだな。わあ、わあ、すごーい。何人たりとも俺たちを阻むことはできねえ。お前化け物だろ。すご。デュアルショベルを探そうぜ。すごいな。やっぱ建築会社にとって気づいてる気持ちなんだな。はい、開けるよ。オープンザドア、ちゃんこん。さあ、依頼目標と推測されます。デュアルショベル。あ、見ろ、ありゃ確かにデュアルショベルだ。ああ、あのメカ卵みたいな。いや構えやしねえ、俺と兄弟の相手じゃねえぜ。すごー、強ー。お、なんか喋ってる。逃げてる。エーテリアスが次々と囲まれた。いくら来ようと俺たちは止められねえ。どうしようかな。
どうしようかな。横移動できなそうだね。まあやるしかないか。安城くんに頑張ってほしいとかやるしかないか。いややるしかねえな。頑張ろう。個人的にはグレーションは使いやすいイメージだ。もちろんこれも個人的な意見だ。よいしょ。でも削りやすさで言うと安の方が削りやすそう。よいしょ。無理すんなよ。やば。やばすんぎ。私の邪魔すんな。よいしょ。よいしょ。撃て。よいしょ。どうせいい。またか。よいしょ、タンクロリ野郎。危ないね。危ないね。呼んだ。あ？よいしょ。よいしょ。もう一発。おお、めっちゃ削る。もう最高だね。すごい。安藤強い。警告、極めて危険な敵個体が接近中。ちょっと、やりがいがあるってもんだ。あ、行った。行っちゃった。うちらも行くぞ。よし。おちべちゃんまであのバカに当てられたのかい。さあ行こう。叩き潰そう。よし。よっしゃあ、邪魔だ。邪魔だ。よいしょ。邪魔だと言ってるのは聞こえないか。社長、うちの子とコラボする。よいしょ。この子の可愛さ爆発級。やばそう。うわぁ、やば。敵は強い。みんな、うわ、まずいな。大丈夫かい。この程度のやつとは何べんもやりやってきた。よいしょ。男はそうやすやすとタンクローリー野郎が2つの中や。やば。よいしょ。よいしょ。もう一発。おい、よいしょ。いった。よいしょ。よし、次はお前だ。次はお前だ。ボコボコにしやれ。俺らの番だ。よし。はい。はい。はい。ドリル2。俺らのドリルは全てを貫くドリルだ。ほら、デュアルショベル帰るよ。帰るよ、デュアルショベル。帰るよ。帰らないの？帰らないの？あれ？帰らないのかい？デュアルショベール？いた。デュアルショベール。ようやく決まったな。待ちくたびれたで。あ、
喋ってる。なんか偉そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。おい、病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。おお、どこで。男はダダをこねたりしねえ。おー、自分言うやんけ。気に入ったで、ほら男同士真剣勝負といこか。めっちゃ喋るやん。おう、男同士の決闘だな。めちゃくちゃ喋るやん。マジで行かせてもらうぜ。なめたらあかんで。さっきこれめっちゃ強かった。俺そのパワーを見せたるわ。よいしょ。おとなしくして。うっ、消せない。やっぱブレース早すぎな。これ離れる系技っぽいな。はい、感電つれ。よいしょ、V 破壊。 V 破壊概念あんのか、このゲーム。なんだって逃げた。俺ちゃんに勝てたら教えたってもええで。よし、行ったな。じゃあ教えてもらうからな、そうなったら。立ち直りやがった。俺を見ろ。じゃあ絶対教えてもらうからね。はい、じゃあ、あ、やば、変わる。やばい、寝てよけられない、さっきから。さあ、これでしまいや。好きやり。こいつ、重機にしちゃずいぶんすばしっこいな。やろう、どさくさに紛れてずらかるつもりで。無駄な努力、お疲れさん。そろそろ諦めたらどうや。会社には戻らへんで。なんだと。俺ちゃんは堂々たる男だよ。しょうもない雑務に収まる器ちゃうぞ。あ、やっぱ本当にそれなのか。待つんだ。業務内容に不満があるなら社内で調整できる。これ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。ホロー用工業デュアルショベル、ハンス。ザキヤシ、そのダッサい名前で呼ぶな。俺ちゃんのメンツが丸つぶれや。男の名前はな、何、己で決めるもんなんや。何、俺もパンチを聞いた。しっぽい名前やないとあかん。せや、今日から俺ちゃんの名前は。お前の名前は。あら、おな、なんや、エーテリアスの向かい。やめんかい、離せっちゅうに。くそ、俺ちゃんの金星もここまでかや。金星、人生で言うな。男だなんだとほざいといてよ。てめえの覚悟はその程度のもんかよ。おい、自分なんで助けたんや。立派な夢があんだろうが、そう簡単に諦めちまったらもったいねえと思わねえのか。忘れたとは言わせねえ。俺ら二人の真剣勝負。いや、そういう話だっけ。あ、あれ、あれ、そういう話だっけ。あれ、あれ、あれ、なんか話違くな、あれ、安藤の兄貴。あ、あ、あれ、あれ、なんか、どういう状況なんだ。な、ど、な、突っ込みどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。え、お前の新しい名前は何だったの。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って、ああ、そっか、本物の男になるための修行をするんや。いいことだね。小さいことからコツコツやるで。うん、一緒に頑張ろうぜ、兄弟。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかった。あ、うん、そうですね。俺ちゃんの新しい名前はな、黒金団地100連成功エンジン点灯ハンス。いや、ハンス残ってるけど。なるほど、結構これバカな話かもしれない。結構これ頭空っぽにしないといけないかもしれない。結構これ。なるほどね。頭空っぽにしないといけないかもしれない。おー、これと同じカロリーもう一個やんの？ちょっとしんどいかも。ということで本日は以上となります。
え、本当にどうすんのこれ本当にどうなんのこれ、どうなんのこれ、え、本当にこのバカみたいな話またやんなきゃいけないの